ミドコとアハマド・ホサム・フセイン・アブドゥル・ハミードは、エジプト・カイロ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。2001から02シーズンにより、アヤックス・アムステルダムへ加入する。初年度に、リーグ戦12ゴールを記録し、クラブのエールディビジ制覇に貢献。2002年には、アフリカ年間最優秀若手選手に選出された。 翌シーズンは序列を下げ、後半戦はセルタデビー後へ期限付き移籍。8試合出場4得点を記録する。セルタは完全移籍での獲得を希望したが、移籍金がネックとなり実現しなかった。2003年7月11日、移籍金600万ユーロでリーグアンのオリンピックマルセイユへ移籍。同じく新加入のディデイドログバと共に、 アランペ・ラン監督の下で前線を形成する。2004年4月14日の UEFA カップ、準々決勝、インテルナツヨナーレ・ミラノとの第2戦、ドログバを、累積警告で書く中でこの試合唯一となる、得点を挙げ、クラブの準決勝進出に貢献した。2004年8月31日、セリエ AA スローマ移籍。しかし、出場機会は限られ、 2005年1月26日にマルティンヨル率いるトッテナムホットスパー FC へ1年半の期限付き移籍となる。2月5日のポーツマス FC 戦でスタメンに起用されプレミアリーグでデビューすると2ゴールを奪い3から1での勝利に貢献。11月20日のウエストハムユナイテッド FC 戦では相手サポーターから 人種差別的なちゃんとを受け、ハマーズのアラン・パーデュー監督から謝罪された。2005から06シーズンで27試合出場11得点を記録。シーズン終了に伴い、ローマに戻るが、ルチアーノ・スパレッティ監督の構想には入らず2006年8月26日に、スパーズへ完全移籍する。2007年8月16日、移籍金600万ポンドの4年契約で、 イングランドのミドルズブラ FC へ移籍した。2008年11月29日のニューカッスルユナイテッド FC 戦ではサポーターから再び人種差別的な扱いを受ける。2009年1月23日にはエミール・ヘスキーの移籍で FW の層が薄くなっていたウィガン・アスレティック FC へシーズン終了までのローン移籍となり代表でもコンビを組んでいるアムルザキと共にプレーした。 クラブは2008から09シーズンにリーグ19位となりチャンピオンシップへ降格。2009年夏にクラブはリロイリタを獲得しガレスサウスゲート監督から放出を示唆される。同年8月4日に母国のあるザマーレクへローンで復帰したが2010年2月1日からシーズン終了までウエストハムユナイテッド FC へ期限付き移籍しイングランドに復帰した。 2010年9月1日に、マルコ・パンテリッチの後釜として、フルス・アヤックスへシーズンローンで復帰。マルティン・ヨルト再開しジョーカー的な役割として起用されたが、フランク・デブール監督に代わってからは構想外となり、2011年1月21日、再びザマレクへ3年半の契約で完全一席。かつて、 エジプト代表で険悪な関係となったハッサン・シェイハータ、監督をクラブが招聘するため、2012年5月6日にザマレクを去る。翌月21日にチャンピオンシップのバーンズリー FC へ完全移籍し、通算5度目となるイングランド復帰となった。2013年6月11日、自身のツイッターで現役引退を発表した。 マハムード・エル・ゴーハリ監督によりエジプト代表に初、召集されると、2001年1月6日の国際親善試合、UAE 戦で代表史上最年少となる17歳で、デビュー。スタメンに名を連ねると50分に、同点弾を上げ、2から1での勝利に貢献した。母国開催となったアフリカネーションズカップ2006では、1月20日に、 行われたリビアとの大会開幕戦で、先制点を挙げ3から例の勝利に貢献した。2014年1月20日、キャリアをスタートしたあるザマレクの監督に就任。エジプトプレミアリーグ史上最年少の指揮官となった。クラブを同年のエジプトカップ制覇へ導き、同大会最年少記録となった。しかしリーグ戦では3位に止まり、7月30日に解任された。 2016年1月4日から再びザマレクを指揮したが翌月10日に解任となる。2016年11月7日、ワディ・デグラ SC の指揮官に招聘されることが発表された。2018年12月にサウジプロフェッショナルリーグのあるワフダメッカの監督に就任するが翌年3月19日にツイッターでの発言が原因で解任された。 2019年6月9日よりミスルデルマカーサ SC の指揮を取るが翌年1月22日に成績不振によりその職を解かれた。問題児として有名で数々の破天荒な言動が目立つ。2002年に同郷の様子らワイルと結婚している。現役引退後は体重が増加し一時1 5 0ラムに達したが、 医師の忠告を受け2018年に 37kg の減量に成功した。ありがとうございます。